S ダーチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。大関裕和です。もうご存知だと思いますけれども、僕の2018年モデルゼログラビティ2が発売されました。これね、これ今回はこのゼログラビティ2の魅力をたっぷりお届けしたいと思ってますので、もう買ったよという人もって悩んでる方も、この動画を最後まで見てってください。よろしくどうぞ。はい、それではまずスペックを見ていきたいと思います。全長39mm、そして最大径が 7.8、 重量が 16.5 となっております。今回初のヘリカルカットからのメインのグリップのところがウィングカット、そしてまたヘリカルからのヘリカルっていう感じになってます。まずヘリカルカットなんですけども、手にすごく馴染むんですよね。ここがメインなんですけど、ここがすごい馴染んで、それでかかりすぎないっていうのがいいとこ尽くしみたいな、そんなカットです。それですね、ここの、これ僕の好きなびっくりマークですを入れたところに、この先端に今回カット入れたんですけれども、これは持った時にやっぱ中指をかける人がいるらしくて、じゃあユーザーさんにもいっぱい投げてもらおうと思ってここに入れてみたんですけれども、ヒガといえばヘリカルみたいな、そんな感じで取り入れてみました。あとはもう何て言ってもこの、わかります、これゴールド、わかります、ゴールド。前回はカットの部分がゴールドだったんですけども、今回その逆にしてみました。カットのとこはそのままで、持つところとかなんかこの全部が金っていう、そのゴージャスさ、そこら辺はねちょっと派手にいきたいからのこの金っていう、そんな感じになってます。はい、それでは実際にグリップしながら説明していきましょう。僕のグリップはこんな感じです。ちょっと深めですね。あまりバレルが見えないぐらいのグリップなんですけども、親指がすごい寝ちゃうので全部親指に全部かかるように伸ばしました、カットを。なぜ毎回 39mm なのかっていうと、長いとここ持ったりこっち持ったりとか全部余裕ができちゃうんで、何でも39にしたらもう絶対もうここしか持てないっていう長さなんですね、僕の中で。それでその 7.8 にした理由も、ここをこう挟んで、それでここが最大限が 7.8 あるんで、ここを玉のように持ってここを押し出すみたいないう風な僕の考え方があったんで、このバレルの形状、形、そして、重量にしたということになりますね。こう投げる人もここがちょうど当たっていい感じなんじゃないでしょうかね。はい、大崎来ました。テンポがクソ速いで、はい、筋肉、血管いいね、血管が良くて、で飛び悪いけどハットトリック、はい、最高です。はい、じゃあ次、はい、また大崎、ちょっと深めからの、でもちゃんと手離れは OK かな。やっぱね、テイクバックない方が引いた時に変なとこに引かないっていうのが僕のあれかな。はい、で左手、はい、左手注目、左手ピーンからのフォロースルーピン、はい、最高、はい、イケメンです。はい、ということでインプレッションを見ていただいた皆様、ゼログラビティ2欲しくなったんじゃないでしょうかね。これ、そんな時は S ダーツでお求めできちゃいますよ。オンラインショッピングからご購入できますんで、ここポチッとしてくださいね。ポチポチ。はい、そしてまた S ダーツ実店舗の DS 池袋店、そして最近できた台北店の方で試し投げができちゃうんですよ。なので、近くまで行かれた場合はカットがなくなるぐらい試し投げしてもらえば嬉しいかな。この動画が参考になった方、そして
ダーツやりたくなったなっていう方、そして大崎博和めっちゃいいやんって思う方は、チャンネル登録そして高評価をよろしくお願いいたします。グーグーグー。それではゼログラビティ2でダーツを楽しんじゃってください。それでは以上です。大崎でした。イエイイエイイエイ。買っていただけるよ。あ、ちょっと待って待って、悩んでる。あとは、筋肉もいいも入れていただきたいです。わ、はい、かりました。欲しくなったんじゃないんでしょうかね、これ。あれ、待って、ゼログラビティ2ちょっと抜けちゃいました。に抜けましたよね。まとまりましたね。まとまりましたね、はい、よろしくどうぞ。全然会話がね、なんないこれ。そうですね、うん、本当これ芸能界の人すごいな、これ。ね、